ちは。こんにちは。いやー、大谷さんは本当にすごいですね。ずっとショータイムをやってます、はい。まあ、ちょっと古い話だけどさ、はい、この前ダブルヘッダーの試合で1安打完封してるんだよね、はい、する1安打完封すごいです。1安打ですもんね。なあ、うん、それもなんていうの、結構その時はまっすぐが多かったんだよね。あ、そうだったんですね、うん、で変化球ちょっと減らしてまっすぐで攻めていってて、はい、でダブルヘッダーかよと思って、はい、この時期に、うん、まだ試合も残ってんのに、はい、で2試合目、うん、に2本のホームランを打って、そうです。俺もダブルヘッダーの経験があって、はい、この前プロ野球ニュース行った時に、はい、あれ誰だったかな、豊さんってダブル、あ、斉藤正樹だ、うん、言われたんだよ。豊さんってダブルヘッダーの経験がありますかって言うから、はい、いや昔はあったから、昭和ゲームだったけど、はい、あって、もうくたくただよ。くたくたなんですね。あの秋口、あ、秋だったのか、うん、涼しいけど、はい、もうなんかもう何分後に試合が始まる、うん、その間に軽食取ってみたいな、はい、おそらくメジャーとも一緒だと思うんだけど、でその間に整えて着替えるもんは着替えて、うん、で試合にも臨むんだけど、はい、もうかったるいよね。集中力が持たないもん。そうですよね、普通は。だけど大谷って、はい、あれ完投完封してんだからね。完封した40分後 DH で出て、しかも2本、まあ、守りに行かなくていいっていうのが少し負担軽減にはなってると思うけど、でも右腕ってどうなってるんですか。いやだから集中力だよ。集中力を2試合連続持続しなきゃいけないっていうのは、はい、大変な精神力と大変なスタミナしてるな。そうですよね。え、だって普通ピッチャー、まあ、完封したらアイシングとかずっとしたりとか入念にその日で大変って言うじゃないですか。40分後にバッターとして、そうだよ、触れるのか腕っていう。なあ、はい、まあ、触れるんだよ。だから振って出たんですもんね。そうか。いやだけど、いやでね、うん、知り合いにやっぱり野球のこと聞かれるじゃない、はい、この前ゴルフ行った時に、うん、で知り合いに、大谷さんって今後大谷みたいなのが出てくるんですかねって言われた時に、はい、ちょっと無理みたいな感じだよね。だから王さんの868号、はい、これやっぱ永遠に残っていくと思うんだよ、うん、そのぐらいの選手だよね。永遠に残る、うん、多分それよりもさらにさらに永遠に残るでしょうね。もう出てこないでしょうね。二刀流は増えると思う、うん、はい、ただ大谷があれだけホームラン打ってて、はい、ホームラン打って160キロ投げて2桁勝てる、なかなかやっぱ出てこないだろうな。そうです。今2桁とおっしゃいましたけれども、実は4日に10勝目をかけて、本拠地でマリナーズ戦に先発というところ、うん、実は今日もう試合出ていて、2安打7戦連続安打というところで、いやもう大事なところだったら申告敬遠だもんな今。そうなんですよ、ね、ホームラン数も減ってくるし、うん、やっぱ勝負できないよな、うん、この前昨日一昨日かぐらい見た、うん、セカンドのほんとすぐ横だよ、はい、カーンってライナーが、うん、追いつけないんだから、速くて打球はな、うん、うわすごいなと思うな。すごい。でもそんなすごいやっぱり選手でもやっぱり体の疲労って当たり前だよ。当たり前だよ。ダブルヘッダーした次の日だか、その2試合目で忘れちゃいましたけど、その近辺で体とかつっちゃうっていう、で途中でこう試合退くってありましたけど、やっぱ体悲鳴上げてますよね。いや状態がいいじゃない、はい、で申告敬遠もありながら自分も3割をキープしてる、うん、そうしたら相当塁に出るんだよね。そこの負担っていうのもでかいんだよ、うん、ね、でしかも塁出たら走りますからね。走るんだよ。そうなんですよ。だからその調子が悪いとさ、精神的には疲れるけど体は楽なんだよ。脱いでないですからね。そう、うん、だけどやっぱ大谷って投げてもな、はい、責任持って投げるしさ、で塁に出ても塁に出る数、出塁率が高いよね、はい、まあ、そうなってくると相当な疲労になってるからですよね、うん、でもここに来てそのトラウト選手がちょっと復帰する目処が早まると、うん、8月中じゃないかって言われてるので、うん、これトラウト選手が後ろに行ってくれれば、その大谷選手とやっぱり勝負してくれる回数も今よりかは増えるんじゃないか。まあ若干だろうな、うん、まあトラウトの状態にもよるけどもね、怪我明けだから、うん、でも大谷と勝負する大事な場面で勝負できないよね。
そうかじゃないよ。いやでホームランの数がって思っちゃうんですよ、ね、いやそりゃそうだよな、うん、でもしょうがないよねこれは。でもこのままいくと個人の成績としては、まあ、打撃三冠王プラスなんか投手の方でも何か取れるんじゃないか。あすごいな前代未聞ですよ。いやこんなの、あのスタミナがすごいよな。やっぱね睡眠って大事なんですね。なんで10時間は寝るじゃないですか大谷選手って。絶対に10時間だよ、はい、いや寝れるっていうのがすごいな、まあ、多分元気だから寝れるっていうのもあるんでしょう、ね、半分ぐらい睡眠少ない。そう5時間ぐらいでいいよ。え私はやっぱ8時間寝れないんだよ、寝てられないんだよ。起きちゃうんですか。まあ目が覚めて二度寝するときはあるけどね、はい、うん、まあ、プラス、まあ、体のもう徹底ケアとコントロールにそれでもあの成績残せるっていうのはちょっと、ね、やっぱね相当トレーニング積んでるね、うん、でダルビッシュも言ってたけど、うん、やっぱその摂取の仕方、うんうん、食事だったりだとかサプリメントだとか、うん、そういうのも徹底してんだろうな、うん、じゃないとやっぱ体が持たないよ。ですよね。だからダルビッシュのその動画の中で改めて見てみたんだけど、うん、やっぱよく言ってるのはやっぱ食事って言ってるよな、うん、それをすごくやっぱ大事にしてるね、うんうん、やっぱ食べないと、まあ、トレーニングしても、はい、あの効果っていうのは半減するだろうし、まあ、大谷の選手の場合はトレーニングした後にすぐ食べるようにはしてるらしいんだけども、だけどそういうことも徹底管理でやってんだろうな自分で。だから本当昔って昔の野球選手って野球終わったらみんなで焼肉行って、恥ずかしいもうね恥ずかしいよ今考えたら。焼肉とお酒野菜も食べずに、バカ野郎くやまあそんな飲めないやつなんかプロ野球選手じゃねえよみたいな、まあ酔っ払っててもやるんだよみたいな、そうもう恥ずかしくてしょうがない。もう節制さん節制さんもう恥ずかしい。そうですね、大谷選手と比べるとなんかまあちょっと違うかなっていう感じもね。そうだね。こうなんかご飯何合食べられればとか焼肉こんだけ食べられますとかありましたけど、違うんでしょうねきっと大谷選手は。違うよね、うん、やっぱこれは血になるみたいな、これは筋肉を大きくするとか、うん、そうですそうです、そういう感じだろうね、うん、徹底してる。だからまあなんていうの、それが面白いかどうかっていうのはね、うん、人それぞれあるだろうけども、はい、やっぱそこの徹底できるっていうところがやっぱ大谷の凄さだよね。そうですよね。だからその記録とか、うん、その野球の成績もそうなんだけども、やっぱそこに向けての徹底ぶりっていうのがやっぱさすがなんだよね、うん、そこだと思います。だから昔の野球選手はもう本当アスリートじゃないよねただのおっさんが野球がうまいおっさんが集まって、はい、野球大会やってるみたいな、うん、で2日酔い、なんかそんな感じだよね。で2日酔いで次の日の試合出るとかね。でもそれでも抑えられてたり打ってたりしたのはすごいですけどね。だそのレベルであったんだよね多分。あ、そのレベルだ。だから申し訳ないけどそこら辺のファンは申し訳ないちょっと低レベルの野球を見せちゃって、いや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 、そんな感じだよ。やっぱ、うん、人としてやっぱダメだったな仕事に対してな自分の人生振り返る。いやいや、まあそういう時代に生きたからそういう風になったのかもわからないけども、うん、いち早くやってると、うん、やっぱ成績も変わったんだろうなと思うけどね、うん、そうか。まあ俺がこう生活、私生活が乱れたっていうことじゃないよ、はい、うん、全体的に見渡してという、うんうん、まあ俺もその部類なのかもわからないけども、うん、なんかそうだな、恥ずかしくなるな、すいません大谷選手に何かに対してすいません。いや大谷選手っていうよりもなんかファンがね夢を持って見てくれてたのになんか恥ずかしいよないやいやいや、だもう大谷選手はちょっ とずばらけ て, いやでもダルビッシュだってそれに近いようなことはね徹底してやってるだろうしね、はい、ただ人としてどう生きるかっていうこともしっかりダルビッシュは考えてて、うん、あ、まあ大谷もそうだろうと思うけども、やっぱこう考え方の当時の考え方、うん、まあ彼らの、ね、年代で比べたら、うん、もう恥ずかしくて、うん、もう足元にも足向けて寝られないみたいな、君とは話ができないから次元がと、ね、いや、まあ、もうそもそも考え方が違って
いやでも大谷選手はそれを中学生ぐらいの時からもう目標として持って、そっからもうコツコツやってるので、もうあれが違いますよね、ちょっと歴史と、まあ、あの習慣性があるんだろうね、うんうん、そうですね、だからまあそういうことが苦にならないというか、ね、まあ、急にね、うん、やろうとしても無理だろうけども、うん、でもダルビッシュっていうのはなんていうの、それに目覚めて徹底していったというね、うん、まあ、そういうこともやっぱすごいし、やっぱ恥ずかしいな恥ずかしい、いいんですよ、自信持ってください、いやいや、まあ、あの人としての楽しみ、はい、人間としての楽しみ、うん、そういうのは、うん、謳歌してきたははじゃないで、まあそうでしょうね、そう、あの楽しかったよ、楽しかった、あ、楽しかった、あ、いいじゃないですか、まあいいけども、うん、やっぱそのぐらいやっぱ徹底してたら野球人生というか変わってたんだろうなと思うとさ、うん、うん、先輩に恵まれなかったからね先輩に、いい先輩に、いやだから大谷とかダルビッシュとか先輩になっていくわけじゃん、球界の、うん、でいいものを残してきてるじゃない、日本の野球、そうですね、球界にね、うん、だからそういうのを目指してみんなやるわけだ、はい、俺らも目指すところは荒れてたからな荒れてだったからなそれが伝統として受け継がれているところですね、野球前こと、そうかそうか、そうだな、そうですね、そうだね、そう、でもまあね、大谷選手、まあ、自分の状況もそうですし、チーム状況としてもやっぱり進出かけてっていう、そのやっぱり今年はヒリヒリする試合が今できてるっていうのも彼の中のモチベーションを上げてますよね、まあ、うん、それは一本の価値が違うからね、うん、うん、だからまあ本当にあのシーズン残りもう少なくなってきてるけども、はい、やっぱ怪我だけはなしないでほしいな、そうですね、なんか宝物が壊れちゃうと嫌じゃない、いやもう本当そうですよ、ねえ、うん、子供たち泣いちゃうから、そうですね、頑張ってほしいよな、頑張ってほしいです、はい、はい。